ゃあ、もう一つね、次のじゃあ、ご飯の方で、またね、ちょっと、はい、さ。じゃあ、今度ね、5番では、関数 ft イコール2分の a の t 乗プラス a のマイナス t 乗について、f の2分の x プラス y と、2分の1倍の fx プラス fy、これのじゃあ、代償関係を調べなさい。ただし、x や y は実数で、a 代になる0とします。指数関数として2分ので a の t 乗から a のマイナス t 乗で、次の2つのじゃあ代償関係じゃあこれはどっちが大きいか小さいかっていうのは、まあ、2つの差を取って、ね、これがプラスになるのかマイナスになるのかっていうので符号をちょっと調べたいんだよね。これです。小さくて FX だから FY。具体的になったので、まず FX っていうので A の X 乗、マイナス X 乗と FY とじゃあ Y 乗、マイナス Y 乗と、こういうふうに中この2分の X プラス Y、2分の X プラス Y、2分の X プラス Y と書いてね、直の指数をもう少しまとめましょうか。また2分の大きな前に出して、これがまたプラスなのかマイナスなのかお前調べるのに式変形は、これ式を見る力、これの式をよく眺めて実はこんな感じでまとまるんじゃないかなとかね、これも正直見抜けるかどうかだから、ね、実際こう代入してこんな来たんだけど、こんなのを見ると、ね、じゃあここまでか、
とじゃあ順番並べ替えて、やっぱりこの辺の式を見てピンとくる人と来ない人の差が出てくるような計算能力がピンとくるかな。この辺来て、あー手の止まっちゃないの、後ろの方もなんかもしかしたらやっぱりまとまれるんじゃないかなっていうのがなんかね、この辺の指数で細かい式で来るけどピンとくるかどうかですよ。前のこの括弧の中身は、2乗という形にこう因数分解これができるのです、ちょっと因数分解で気づきづらいかもしれないけど、これ展開するとちょっと前の式の2乗後ろの2乗2倍の AB みたいな2倍の AB とかけたのがちょっとこの形です。だって2乗ってまとまるでしょうか。同様に後ろの式も2乗と後ろの式の2乗と2倍の AB とかけたのがちょうど起きてるぞと。というので、ね、2乗足す2乗というかこれ絶対プラスでね、前も2乗の形、後ろも2乗の形、ね、両方ともちゃんと2乗足す2乗というふうにまとめられるぞというので。じゃあこれに、2つのこう差を取っていろいろね計算をしていくと常に0以上という常にプラスになってるんだと。ってことはこちらね2分の fx 足す fy というこの式の方が、大きいなと。
何グラムの物質とまた何グラムの物質とまた、ね、化合させると何グラムがあるというか、その量的なものを調べるのが定量分析ですね。定性分析っていうのはこの感じのことで、その性質の方、ね、こっちの物質の性質、これとこっちの物質の性質、化合させると新しくこんな性質ができるなみたいな、ね、その性質の方に注目するのが定性分析ってやつです。で、実は数学の問題を捉えるときにもこの2つの視点というのはね、すごく大切だと僕は思っています。大概数学が伸び悩んでいる、できない子の頭の中っていうのはこっちばっかり考えている、定量的ないわゆる式の世界、式の世界ばっかりを見ていて一向先になかなか進める、ね、模擬試験を受けても偏差値が50超えて60近くまでいくけども、そこからまた先へっていうときにこっちの視点が、ね、絶対必要だと思います。もう少し具体的に言うと、例えば定量的な世界っていうので、一つのまあ式の世界ね。けど例えば式の世界でこんなの見たときに、多分君たちはその一つの性質っていうかな、意味見えると思うんだよね。これってのはこれ原点中心で半径1っていった円のことを表してるんだよなとかね、うん、あるいはベクトルの式などでも、例えばこうやって内積ゼロだぞとか、なんかこういう式を見たときにピンとくるよね、きっとね、ちょうど垂直になってんだぞっていうので、2つのベクトルが直行してるんだみたいな、ね、A ベクトルと B ベクトル、いいこと、垂直になってるんだなって、こういうことに一致してるんだなというように、その式の中に隠れてる意味というか、ね、そういうのを意識してほしいんです。このくらいのレベルで言うとね、まあ、一見ちょっと当たり前に聞こえるかもしれないけど、例えばだよ、小学生相手に、この式を見せても小学生でこいつが円だって分かる子はまあ少ないと思うよね、なかなかいないよね。だからそれは別に大学受験レベルになっても同じことなんですよ。大学受験生の中でもこの式を見ても円っていうのが分からないやつだっているかもしれないの、それ、ね、だからそれはレベルの話なんです。ただそれが言うように偏差値を60を超えて、ね、やれ65でやれ70だって本当に上の世界を目指すんだったら読めなきゃダメなわけです、一つ一つ、ね、ただそれが意識してるかどうかの差だと思う。正直僕も受験生の時にあんまりこれ意識してなかったです。でやっぱりいつもなんか問題を解く時にはあの式を立てて、あんな式立ててこっち代入してでこちゃこちゃこう計算してっていうふうにやって、数学非常にやっぱ伸び悩んでました。で、まあ、とある先生から、いやいや今度お前ができないのは多分こっちの視点が欠けてるからですよという指摘を受けて、まあ、その時はなるほどなと、そういうものなんだなっていう意識を僕はその時に変えました、ね、でその2、3日で変わるんじゃないの。そこからけど毎回本当にいろんな数学の問題を解く時に、ね、一つ一つの式を見て、なんかその裏にあるもの、その一体何を意味しているかっていうことを読もうと、読み取ろうということを僕は本当に高3になる初めぐらいのちょうどこの時期ですよ、その時に、まあ、先生からアドバイスされて、それを意識しろと。でそれで僕は本当に劇的に変わりましたから、君たちもこれからちょっと意識します。でその一例が例えばね、今回のこの式です。これなんかはここに作ってる回答は何にもこういう意味なんか考えちゃいないんですよ。定性的なものって何も考えずにガリガリ定量的に式変形をガーッとやってって、ね、例えば因数分解と何なの、その計算力ももちろん必要ね、うん、そう計算力というのがこっちの世界、ね、けどいつもねそちらを指導する前にもうちょっとなんかこれ意味あるんじゃないかなと。ってことで問題に出てきてるこの式を見て、あれこの辺の式で、そういう癖つけるとね、だんだん見えるようになるはずというかね、なってください。僕もそういう風にしてだんだん話してます。で、ここも見るからに2分の、あっちも2分の、なんか似たような式で、結構綺麗な形だなというふうにね。で、グラフもこういうんですよ。FP というグラフがこんな感じ。
感じたことっていうのも全然つかないというのがあります。こんな感じで正確なグラフじゃなくていいですから、今回の FT というふうに与えられているの指数関数は、こんな感じのグラフなんじゃないのっていう。ただ少なくとも一つ分かるのは、これ -T って入れても FT って入れても、式変わらないしなとね。このところをただマイナス t にしたところでこの式に何か変わりません、ね、ft とマイナス t もなし。これはまたどういう意味か分かる？このことってこれ一体どんな意味なのっつったら、プラスの側もマイナスの側も値は同じですって言うんだから、これはグラフがこうやって y 軸対称だよと、ちょっと s 軸にしてるけど、この座標軸に対してプラスの側もマイナスの側も変わらないんだと、ね、そういうことを意味してるんだよね。グラフが y 軸対称で、おまけに t が0の時はここら辺が0乗、1たす1なんだね。2分の1たす1だったら、スタートはここから始まるんです。スタートは t がだん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 大きくなると思うのかな。 t がぐっと大きくなると、ここでどん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 でっかくなるのね。a の何乗とか、2の何乗とか、3の何乗とか、そういうふうにどん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 こっちでっかくなってくる。けど逆に t っていう、これが t がでっかくなると、ここが逆に小さくなるんだよ。マイナス1乗、マイナス2乗、マイナス3乗とか、これだんだん小さくなって、0とか近づいてくる。とにかくこんな感じで t がぐーっと右に行けば、どん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 この値っていうのはこうずっと増加していくような、こんな感じのグラフだよなと、ね、いうぐらいでいいですから。しかも y 軸に関してこう対称な、こういうね、外形でいいよ、外形。そういうグラフが与えられているんだと。その中の、FX とか FY とかってこれ何なのかっていうと、これはね、じゃあ例えばこう、このグラフの上で、例えば t 座標ですね、 t 座標が x、 y 座標が x、 t 座標が y、 y 座標が fy で、この x とか y ってのはどこにあるんだか分かんないですよ。問題にあるように、これはもう任意の実数ですっていうから、 x や y ってのはこのグラフの上のどこかしらにこうやってあるんだよなって、適当に取ってください。ここからね、 a だ b だって取って、はい、その時にまずこれ何を表すか分かる？それを練習する。これから1年かけてとか本番の入試に近づくにつれて、こんなの1日2日じゃできないですから、いつも癖です。これって一体何意味してるんだと、訂正を読む、読める、なかなか難しいよね。 FX と FY っていうのを2つ足して2で割る、足して2で割るっていうのは平均、あれ中点とかじゃない、足して2で割るってのは中点って意味じゃないのと、という感覚を
研ぎ澄ましてください、本当に。だから、グッとこうですね。ね。その中で、じゃあ、2周目、じゃあ、ちょっとこうか。実は、この辺ね、グッと略させれば、中点、中点。あの点とこの点の中点。ここの y 座標を意味する。こっちなんだったら、こっちは。この式は。これもまた2分の x 足す y と、ここ中点、やっぱ中点じゃないの、ね。2分の x 足す y ってのは、だって、ここの座標が x だ。で、ここ、あ、こっちの座標が y。こっちの座標が x。そうすると、ここが真ん中だから、ここが真ん中だから、2分の x プラス y というのはあの2つの真ん中。こういう意味してます。ってことは、じゃあ、ここちょっと注目してみます。じゃあ、FT というグラフは常に下に凸、下に凸なので、中点 M の方が N というより必ず上になります。逆向きな感じになるでしょうかね。はい。うん。
というようにね、まあ、今回はちょっとこれから南部でいろんな分野を勉強する上でのちょっときっかけをつかんでほしいので今はこんな話をしましたが、本当ね、どんな問題に対しても正直僕自身が個人的にどの問題でもまずはこういう頭で僕が考える癖をつけてますから、ね、当時からそれ今でこそもちろんですよ。でそうやってこの式にはどういう意味があるのかなっていうことを一生懸命ぐーっと頭を働かせて考えます。そして頭の中にぐーっとこうグラフ的な視覚的なイメージを持たせます。でそうすると問題が解けるっていうだけじゃなくてセンター試験だとかいろんなああいう問題も頭の中の本当にね暗算程度の計算でパッ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 できるようになるんだよこれが、ね、でただそういう意味なんかがなかなか読み取れない時だってありますよ。読めない時はしょうがないしょうがないと、じゃあ計算するんだという段階です、ね、けどそれがやっぱ数学がなかなか苦手な人はこっちのことをちっとも考えないで、ね、いきなりこっちから入るみたいなね、うん、その癖をちょっと直すだけでもいろいろ本当にね変化が訪れると、まあ、変わってくるきっかけになるかもしれないな。はい、じゃあちょっと一応ね休憩挟んでまた次のところは、はい、じゃあ